さて、何買おうかな。ガチャがいけるね。全能力的なところの、経験値とかね、フィーバー上限とか、こういういいところが底上げできるし、ここはやっておきましょう。何が出るかな。スキップできませんね。 UFO ガチャ、座布団ペアンバツ、フィーバー時間を2秒延長する。まあまあかな。星2だしな。もっといいやつが欲しいな。あ、ガチャもう一回いけんな。取り組みアイテムいけたけども、ガチャいっちゃおう。さあ降りてきて。何が来た。ハイパーキャットボール。とてもモンスターなボール。経験値アップ率が 5% 増える。まあまあいいっすね。よし、また溜まった。1000円は意外と早く溜まるようになったな。これはガチャ結構回せそうだぞ。でもそればっかやってると他のがね、上げられないから、程よいところで別のも上げなきゃ。猫じゃらし、なんかフィーバー関係ばっかりだな。なかなかいいのが当たらない。よし、新たなる取り組み相手、ガチャよりこっちだろ。前頭、千代丸木。すごいな、ビジュアルが相変わらず。じゃあこのまま取り組み行ってみようか。勝てるかな。そしてストーリー。ハロ、ヘッド。これおっさんだよな、 100%。 これが前頭の千代丸木か。まさに重量級って感じだ。足に勝ったら前頭になれるぞ。かかってきな、ブゲラ。相変わらず勝利基準のわからない。これで連打しまくって、なんとか勝利へ。ビクトリー、ビクトリー、いけ。よしよしよし、コインも経験値も多めにゲット。お、レベルアップした。そして新たなる進化。血だらけ。でも何これ、大天使クラスになった。出身東京墨田区、地獄のトレーニングを終え、トレーニングじゃないんだ、トレーングを終え、最強の戦士に仕上がった。怖い。ことね。随分と無口になったようだね。まあこんな時期もあるさ、そう落ち込むことはない。君に一ついいことを教えてあげよう。まだ先のことだが、次の段階の琴音はものすごく綺麗になるようだ。顔だけで体がすごいことになってそう。なんで。理由なんて気にすることないさ、そうなるんだよ。そういえば最近さよさんかっこ姉のこと見かけないけど、知らない。ブー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 コポ、君は何でも知りたがるね。俺、勘のいいガキは嫌いだよとかっていう流れになるのかな。知らない方がいいこともあるんだよ。ん？あ、これはレビューか。よし、ちゃんこも溜まってきたので何か買おう。お、どれでもいけるな。取り組み相手かな、やっぱり。ガチャで底上げもいいけども、おにゃんこで経験値稼げもいいけども、やっぱ取り組みで手に入るお金と経験値でかいから、ストーリーも進むし。そして、小結び、関脇、どっちも買えるけど、まあ多分順々にいかないとダメなんかな。小結び、あけぼの桜。じゃあこいつと戦ってみようか。すげえ顔だな。あと3人か。レベル66。何見てんだよ。
小結び、私に勝てると思ってるの？私に挑んできたことを後悔させてやる。かかってらっしゃい。ほんとこれね、基準がわかんないんだよな、今何。タップ数が多くてもやられてる時もあるし、でこのビキュビキュビキュンっていうさ、大ダメージのやつ、これは何が条件で発生してるかもわかんないし、マシンだし、お供え物がね、だんだん増えてくんだよね。そこにご飯持っちゃいけないでしょっていう。勝ったケロ。でも今度は大ダメージの、なんか飛んでくやつは発生しなかったな。お金も溜まってきたぞ。さあこの、ちょっと気持ち悪いの増えてるんで、それの紹介もしつつかな。レベルがもう一つ上がれば次の展開にもいける。見えるかな、このね、ショップでちょっと紹介をした方がいいかな。新しく手に入ったのがこのパーフェクトニャンってやつだね。はい、今パーフェクトニャンニャンってことだね。で取り組み相手が買えるんで増やしましょう。1700コイン、次のも買えるけども、まあ条件が必要なんで順々に。わあ、チュンリーだ。鷹の花。そう、ついに関脇と戦う実力をことでもつけたようだね。今回の相手は日本人力士の中ではどうやら最強のようだよ。そんなスピニンバーキークとか言いそうな中国風の格好をしてるのに。次はあれかな、外国人力士、最後はあれかな、宇宙人力士とかかな。果たして琴音に倒すことができるかな。まあ頑張ってくれよ。Hey girl、 よくここまで聞いたわね。かかってらっしゃい。顔だけ見るとやっぱおっさんだな。勝てるかどうかの基準は全くわからないので、いつも通り適当に連打をするのみ。はい、ビクトリー。経験値が多くて助かる。2回勝てば次のやつにも挑める。新しい取り組み相手、大関朝正気。ガチャもいけるな。ちょっと久々にガチャやってみよう。結構1000円ぐらいだと割とすぐ集まるようになってきたしね。わー、星1。もう1回。仕事が出ろ。星3か。お、経験値アップ率 5% 増える。いいじゃないの。経験値効率上がるやつは嬉しいね。さあ、アシャ消費戦っていこう。ふん、今日はよろしくね。海外力士だ。出た朝正気。ちょっと下の方はみ出てる。おっと、ごめんごめん、私は朝正気の大ファンでね。私は祖国を背負っているので絶対に負けられないのよ。やっぱり朝青龍はかっこいい。取り組みが楽しみだよ。やることは一緒。この分なら勝てそうかな。よし、ビクトリー。でこれで2回勝てば次のやつが買う権利がゲットできたかな。